ははいこんばんば今日は2011年度の11月、2011年度の11月、コ2の真剣模試です。生、え、徒、ー、に引かれたのはこの B5 です。えー、と関数 y=2cos2θ=2 かっこ a+1cosθ+a+2 で、a は定数があると。1、a=-1 とすると、えー。シータが0以上 π 以下のとき、y=2 を満たすシータの値を求めなさいと。 2番 t イコールコサインシーターーと置くと y を t を用いて表してさらに y を t の一時式の積で表せと3番シーターを0以上 2π 未満とすると y イコール0を満たす異なるシーターの値が4個となるような a の値の範囲を求めなさいとはいじゃあいきましょうえー、っとね、はい、じゃあ a がマイナス1なので元の式に マイナス1入れてください。そしたら y イコール2 c o シ2タ足す1。それがイコール2なんでよね。そしたらこれイコールこれを解くとコ c o シ2タイコール2分の1。で、シータが0以上 π 以下ですね。で、ちょっと2シータの範囲を決めますよ。2シータはじゃあ2倍、2倍、2倍して、2シータは0以上 2π 以下と。ということで、じゃあこの角度ど,どのコサインが2分の1だから、これ2分の1ですね。2分の1。 ということは、ここの角度とここの角度を出すと、3分の π と3分の 5π ですね。2分の1言って言ったら。じゃあ、θ ーーはって聞かれてるんだから、2で割って、2で割って、2で割ったら、答え、θ ーーイコール6分の π、6分の 5π が回答です。これが回答です。いいでしょうか。で、2番。えー、っと、2倍角。 1>, の公式使うで1番と2番別問題でないので1番も無視してくださいね一番も無視で二番、えー、と2 c シータのところを2 c 引く2乗1に変えてくださいねこれン o シータいいですね2倍角で引く2かっこ a たす1ンシータたす a たす2とで展開するとこうなりますねで t イコールコサインシータなんだからここのとことここのとここれを t2 これを t に変えるとこうですね えー,ー 4t2 乗かで、えー、とこれで終わりなんだけどこれで一つ終わりであともう一個の問題はこれを因数分解しなさいだから、えー、とここにもうたすきした書きましたけども結局答えこうですね y= イコールこれとだから2の回答を2つ y= イコールこれと y= イコールこれが回答ですいいですかねこれが2でしょで3 今の2番の回答を使って。えっ、ー、とイコールゼロの、あまあ、その前、にその前に。えっ、ー、と、テイコールコサインシーターなんですね。で、シーターがゼロ以上、2倍、今、未満と。の時。えー、とっと。三角比を。コサインシーターが1とマイナス1つまりね。コサインシーターが、コサインシーターって、これですね。ちょっとね サインはこの高さだけ、y の高さだけで、cos は x がプラス1からマイナス1ですよね。で、cos が1とマイナス1のときは角度1個しかないですね。いいんかなえっ、ー、と t がマイナ、あ、t がプラス1とマイナス1のときは θ ーーの値は1個しかないけども t がマイナス1から1のときは異なる θ ーーの値が2つある。つまり、さっきやった2分の1っていう cos だったら、えっ、ー、と、3分の π と3分の 5π と いいう,ふうに角度2つあるじゃないですかで例えば1だったらもう0ですね。0。で、マイナス1だったら π っていう答え1個だけ。でも、例えばマイナス2分の1って書いとあのコサインだったら、そしたら2 3分の 2π と4 3分の 4π が2つあると。ということはこれね、もう一回言うと。t イコール cosθ と置いてるんだから、θ がこの範囲のとき、t がマイナス1から1の間に入ってれば、異なる θ が2つあるよと。 でも t がもしプラス、マイナス1の時シータの値は1個だよと。じゃあいきますよ。さっきの2番の解答がイコール0なんですよね。y イコール0だから。これを解くと t イコール2分の1と2分の a。じゃあ t が2分の1っていうのはこんな入ってますね。じゃあこれで自然とシータ2個ってことですね。t が2分の1の時はシータが2個と。で、これが怪しいんですよね。これが怪しいと。で、従って求める条件はここだけいじってこれが もうこれはすでにマイナス1から1の間う満たしてるから、シーター2個なんですよ。で、これをシーター2個にするには、この2分の a がこの中に入ってくれればいい。つまり、2分の a がマイナス1から1の間に入ってくれば、これがシーターが2個、シーターが2個。ただし、1個条件があって、これとこれが等しくないと。等しかったら、シーターが2個2個で4個にならないですね。シーターが2個で終わっちゃいますよね。これ、これイコールだったら。だから、2分の a イコールが2分の1ではないと。 と2分の a がコードの間に入ってくれてかつこれと等しくないとそしたらシーターが2個2個で4個なるとじゃあ解きますよ2倍2倍2倍したらマイナス2小なり a 小なり2とかつ2倍2倍したら a は1ではないとっていうことはこれかつこれだからまあ回答はこう書いてもいいんだけどまとめるとこれはこうですね。よってと回答は a はマイナス2より大きくて1よりちっこいと。 または A は1より大きくて2よりちっちゃいこれは回答となりますいいかなこれちょっと3番が難しかったかなはいじゃあ以上です